はい、よろしくお願いします。今回は中学校1年生の教科書4章比例反比例のとこですね。ここのテスト対策やっていきます。で、今回は3問問題やりますので、まずここで1回動画を止めていただいて、この問題チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に不安なのとか分かんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はですね、X の変域が全部書いてある。で、その時 Y の変域求めなさい。まぁ、ちょっとこれはね、出題が違いますけど、でも結局は Y の変域を求めるというタイプの問題です。で、まぁ、比例だったり反比例が入ってるんですが、基本的にやること全部同じです。だから、こういう問題が出てきたら、こういう風にやればいいんだねっていう流れをぜひ掴んでもらえたらと思います。で、この問題のタイプっていうのは、中2、中3でもまた目にするので、そう、1時間数、2時間数っていう単元でね。なのでそこの基礎にもなるんで、ぜひね、習得してください。じゃあ1番いきましょう。で、やることを説明していきます。まず1個目は式を求めます。式を y イコールホニャララ x とか、反比例なら y イコール x 分のホニャララっていう式を求めたい。で、それが最初から書いてあればいいんですよ。たまに書いてある。y イコール 5x において、みたいな。そしたらそれ使ってください。ただ今回は全部求めなきゃいけないので、まず求めていきます。例えば1番だったら、y は x に比例しって書いてるから、y イコール ax 使うんだよなってわかります。比例だからね。で、x が3の時に y が6だから、x に3、y に6を代入すると、6イコール 3a 解きましょう。a イコール2となります。で、なので、式が、a が2だからね。A を戻して y イコール 2x っていう式がわかる。まずこれを求めるのが最初です。そしたらですね、本当は比例反比例の問題、この後すぐ楽な方法があるんです。あるんですけど、あえてこの一番めんどくさい方法を一回お伝えします。それはあと理由があってね、ちゃんとね、ちょっと付き合ってください。で、これが出たら、フリーハンド、定規とか使わなくていいんで、簡単なグラフを書いてください。まあ、X 軸、Y 軸書くじゃないですか。で、比例だから、原点通ります。ここね。0のとこ通る。で、Y イコール 2X だから、右上がりだよね。こっち。これを、右上がりと右下がりを間違っちゃダメ。これはちゃんと書いて。で、右上がりだったら、まあ、このぐらいかなでいいから、全然。これでいいです。右に上がってれば。で、そしたら、これ使います。今、x の変域がマイナス4から3なんですよ。そしたら、まあ、マイナス4ってこの辺かなでいい。全然。で、3は右側だよね。でも、マイナス4より近いところにいるから、まあ、この辺かなっていう。書きます。この数字がマイナス4と3だから、それを打ってください。x のとこね。そしたら、それを、今書いた線にぶつかるように、まあ、打ち上げ花火を打ち上げたり、打ち下げ花火なんてないんですけど、こうやってぶつけに行きます。そしたら、シャーペンで、ここの間ちょっとなぞってください。今俺赤だから目立つけどね。で、ここまでやんなくていいんですけど、もし余裕あるんだったら、消してください。なぞらなかったところ。これはテストの時やんなくていいです。この問題が苦手な方は、まずこれで、理解してほしいんでね。消してください。今説明上はね。で、そしたら、そこの Y 座標、ここもね、Y 座標を求めます。それぞれ。で、どうやって求めるのかっていうと、例えばここ、ここね。これは、x が3の時の y を求めたいの。もう一回言うよ。x が3の時の y なんです。だから、x に3を代入すればいい。今、式も作ってあるからね。そうすると、y イコール 2×3。足すじゃないよ。掛け算な。2×3 なんで、ここ6ってわかるの。で、ここも同じ。x がマイナス4の時の y だから、2×-4 して、-8 となります。で、y の変域っていうのは、まあ、こういうマークで必ず書くんですけど、y 今、こうやって図を書いたじゃないですか。この図の一番高いところ、ここだよね。と、一番低いところ、ここだよね。その数字を入れれば完成なんです。一番高いところと一番低いところ、そのグラフのね。で、高い方がこっち、大きい数字が右だから、6。で、ここがマイナス8となって、y の変域求めなさいだったら、これが正解なんです。
ただ一番の出題の仕方はこうなった時の A と B を求めろって言ってるから、こうじゃなくって回答欄には A イコールマイナス8、ここは左 A だからね。で B イコール6と書いて、これで正解となります。今さ、グラフも書いたりしてるからすごい難しく感じるかもしれないんですよ、特に苦手な子にしてみたらね。で、次からすげえ簡単な方法を言うんですけど、でもこのグラフを書いて一番高いところと一番低いところを使ってるんだっていうのは覚えておいてください。これはいいかな、その理由も後で言います。じゃあ2番はね、サクッと簡単にいきましょう。Y は X に比例します。で、X が2の時 Y イコールマイナス5なんで、比例だから Y イコール AX、 マイナス5と2代入しましょう。2円、ここちょっと気をつけてね、あの割り切れないんで分数になります。で、2で割るから A イコールマイナス2分の5となる。つまり Y イコールマイナス2分の 5X とこうなります。で、分数なってますけど、うわ絶対難しいとか思わないで普通に気楽にいきましょう。で、本当はね、本当はグラフを書いてやるべきなんですけど、比例と反比例の時はちょっとズルというか技が使えて、 X の変域、今マイナス6とマイナス4って2つ数字書いてありますよね。もうそれを X のとこ代入してください。だからまずマイナス6の時代入すると、マイナス2分の5かけるマイナス、書こっか、 Y イコールマイナス2分の5かけるマイナス6とこうなります。で、6は1分の6って考えれば、これ約分できるんで3ですよね。で、マイナスとマイナスかけたらプラスになるので、結局5、3、15になります。いいね、マイナス6の時は。で、マイナス4の方も代入しましょう、同じようにね。そうすると Y イコールマイナス2分の5かけるマイナス4。で、これもね、1分の4って考えれば約分できますんで、結局10になります。今やったのは式を求める。まずね、求めて、ここに書いてある X の変域の数字を両方代入して Y を求めました。そしたら15と10になったの。で、その数字出てきたでしょ？そしたら、小さい方を左、大きい方を右に書けば、これで絶対正解になります。比例反比例は。この2番は Y の変域を求めなさいなんで、これが正解ね。1番はこうじゃなくて A と B 求めろだから、この後に A と B ちゃんと書いたんですけど、 Y の変域求めなさいだったらこれが正解になります。そうだから、こうやってやってしまってもいいです。得点を取るためだけだったらね、だから時間短縮にもなるし、実際いいかな。で、なんでこんなことができるかっていうと、これも反比例でも言えることなんですけど、比例って今これマイナス2分の 5X、 これフリーハンドルごめんね、右下がりなんですよ。まあ、こんな感じ。もっとあれか、9か。ごめん。まあ、右下がりになってると。で、マイナス6とマイナス4をこう打つとさ、この辺に来るの。こうやってね。で、打ち上げするじゃないですか。こうやって。で、ここなぞるじゃないですか。さっきも言ったように、Y の変域っていうのは、一番高いところと一番低いところを使うんですよ。だから、今2つの数字を代入したやつが、どっちかが一番高いところで、どっちかが一番低いところに絶対なるのね。だってまっすぐなんだもん。そう。だから別にグラフを書かなくても、代入して出てきた数字を間違わずに入れれば、これを間違って15から10って書いたら罰だからね。そこは気をつけてほしいんだけど、うん。だからこういうズルというか、まあ、楽をすることはできます。いいかな。ただ、なんでね、一番でグラフを書いて、一番高いとこと一番低いとこ出してるっていうのを覚えてねって言ったかっていうと、2年生の一次関数ってのは問題ないんです。同じようにいけるんです、そのやり方で。ただ3年生二次関数ってなると、まあすごい予習の話で申し訳ないんですけど、3年生こうやってカーブするんですよ、二次関数で。同じように出てくるの、 X の変域って出てくるんですけど、その時に例えばここからここってやるやん、やるやんでしょやるでしょ、打ち上げるでしょ。で、なぞるからここ使えるんですよ。でも消しましょうか、残り。その時、一番高いところはもちろんここだから、オッケーオッケー。で、さっきと同じ感覚で言ったら、一番低いところここになるはずなんだけど、そこじゃないんだよね。なんだ、ここ通るからっていう。一番低いところが、今打ったところじゃなくなってくるの。
だから単純に数代入してやればいいんでしょうって覚えておくと、ここで苦労する。そう。だからちゃんとグラフを書いて、一番高いところ、一番低いところを出してるんだよって、いうのを頭に置いておいて、その上で楽をしてくれると。個人的には後で苦労しないからありがたいっす。いいかな？ちょっとね、話がそれましたけど、まあ行きましょう。で、最後は反比例なので、まあ、A 出したいからね、まず A イコール XY 使っちゃいましょう。反比例ね。で、X と Y かけるので、これは暗算でいいか。かけると24。つまり、反比例だから、Y イコール X 分の24。これが式になります。3番、反比例ね。で、これも同じで、一応これグラフ書いてみようか。今、A がプラス、まあ、24っていうプラスの数字なので、右上と左下にカーブが来ます。あれがマイナスだったら右下と左上に来るんですけど。で、X の辺域が2から4なんで、まあ、こっからこの辺。だから打ち上げると、ここから、ここを使うから、あと全部使えませんっていう。で、そうすると、今ね、打ったところの数字が一番高いところ、低いところって来るのがわかるので、同じようにやることができます。つまり、X に2を代入すると、Y イコール2分の24になるでしょ？ 2 入れるとね。で、約分すれば12ってわかる。で、4を代入すると、Y イコール4分の24。つまり6って。わかりますよね。だから、6と12を使えばいいってわかるので、Y の辺域は、6から12ですよって。これで終了となります。だから3番に関しても、もしこういう風にね、書かれてて、AB の値求めなさいだったら、A は6、B は12って書いてください。そこちょっと出題のされ方決まってないので、そこでね、落とすともったいないから気をつけていただければと思います。では、今回はね、この3問やらせていただきました。今回は、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の問題見たことないっていう方ももしかしたらいるかもしれないんですけど、なんか授業でやってないのにテスト出ましたよみたいな報告がね、結構多い問題なので、ぜひね、この動画でできるようにしてみてください。では、また次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。